はい、ポケットモンスター X 実況プレイパート29ですと、クノエシティのジムを、攻略しまして、ボール工場でスナたちと喧嘩することになっていたんですけれども、どうやらまたここでフレア団の連中が、なんか良くないことを企んでいるみたいですね。しばきます。というわけでね、なんだ。タイマーボール。なんかいたな。とりあえず戦おう。マルノーム。これ毒単体だっけか。耐久力ありそうだな。まあやっぱりか。それアンコールしちゃうの？いいけど、お答えするよ。よしよし。お、あんたさ、フェアダのために働きなさい。そうすればいちいち私たちがボールを運ばなくて済むもの。それともお金を払ってフェアダのメンバーになるとか。500万円ぐらい楽勝でしょ。君たちフェアダは何を考えているのだ。モンスターボール独占なんか私は許さないぞ。いいじゃない、そんな人ほっとけば。そうね。他の人が使えないよう爆破しちゃいましょう。あらあら、侵入者。侵入者はお前たちだろ。おお、君、助けてくれ。情けねえな、大人。あらあら、社長さん必死ね。仕方ない、私たちが希望ごとプチッと潰しちゃう。はい、じゃあね。おばさんたちには帰ってもらいましょう。トリックかー、ちょっとやりづらいね。間違えた。頼むぜ、リザドン。本気でいくぜ。いいね。いけ。よし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 。さすがにヘルガの耐久力では1段階攻撃力が上がったリザードン X のグローパンチは耐えられない。
何よ、冴えない社長のため真剣にならないでよ。やだ、幹部なのにダサい。いいわよ、後片付け私たち科学者コンビで2対1でやっつけましょう。勝てる確率を上げないと。いや、2対1の別にいいんだけど、どうかしら。遅くなってごめんなさい。まだいたの？関係ないけどね、子供が1人でも2人でも。私たちのコンビネーションならさらに勝率の確率アップ。科学者っぽいけど掲載は苦手なの？一緒に戦える？お隣さん。はいはい。一人でいいのに。全然一人でいいのに。はいはい。ライボルとちょっとやだな。あ、でも気持ち悪いすら一体ずつか。完全になんか見切られてんじゃんよ。Okay. こんな黒パチでいいかな。あらま、やだ残念、破れちゃった。ああもう、モンスターボールもスーパーボールもハイパーボールも奪ったし、ここは引き上げます。君たち助かった、ほんと助かったよ。君たちは若いのに素晴らしいポケモントレーナーだ。よし、お礼をしよう。マスターボールとでかい金の玉、どちらか好きな方を選ぶのだ。いいわよ、あなたから選んで。マスターボールとでかい金の玉、どちらか好きな方を選ぶのだ。いや、それはマスターボールでしょ。はい、ありがとうございます。お礼のお礼だ。選ばなかった方もあげ、結局もらえるんかい。君たちなら正しく使える、そんな気がするからね。あんなフレアさんと違って、言っておくが、でかい金の玉の使い方は私も知らないよ。それにしてもフレアだめ、ボールを独占して何を企んでいるのだ。本当に。ね、なんか他にもアイテムあった気もするんだけどね、大したものじゃなかったと思うんで、無視でいいかな。あ、ここで回復してくれんだ。なんかある？なんかくれ。ボール1個100万円だったらあれだね、ポケモントレーナー家業引退だね。はい。おねえねえ、今更だけど見学しても大丈夫？ううん、フレア団のせいで、それどころじゃないの。フレア団？聞いたことあるかも。もしかしてですが、さっきの赤いスーツ。そうよ、トロバ。フレア団は、みんなのポスターボールを力ずくで奪ったの？なんと、関わり合いにならない方が良さそうな連中ですね。
そうだね、トロバッチ。フレア団、ひどいんだね。どうしようかな。タウンマップだと次に行くのは風女タウンかな。ナベちゃんとセレナはすごいんだね。そんな悪い人よりはるかに強いんだもん。でも無理しちゃダメだからね。じゃあね。ありがとう。あなたのおかげでみんな無事だった。でもあなたに頼ってばかりでは旅の意味がなくなるよね。はい。まあね、その辺はいいってことよっていうことで。お、なんだ。おや？臨時ニュースをお伝えします。先ほどクノイシティ近くのボール工場が何者かに襲撃される事件が発生しましたが、無事解決したとのことです。なお、モンスターボールの販売に影響はないとのことです。お、もう報道されてる。はい。どうなんだろうな、これな、パーティーさ、オーマンだ、使いたいっちゃ使いたいけど、こっちリザードもいるしさ、ガバイト・オノンドもいるしさ、どうなんだろうな。コモルの代わりなんか、二段切れとかとりあえず入れてた方が、いろいろ、ね、で、まあドラゴンキー、ドラゴンってビレすぎだよっていうのはわかるんだけど、その方がいいような気もするんだよね。お前まだいいのかよ、お前。二段切れレベルどのぐらいまで上げたっけ？いや、なんなら一番使ってないのね、ぶっちゃけ月光がなんだけど、37か。ちょっと今回は、こうしよう。ガブリアスとオノノクスは普通に使いたいしね。ボーマンダも使いたいけど、まあこれまでの実況で何回も使ってきたし、いっか。という軽い気持ちで。よろしく、ニダンギル。レベル上げないと。あ、でも怪力使うしかいなくなった。やべ。うわあ、そうか。まあ、とりあえずこのまま行こう。必要になったら最悪誰かに覚えさせるわ。で、じゃあ15番道路だね。バトル？お。レベル負けてっけど、頑張る、二段ギル。あくび。
それは鬱陶しい。いや、さすが。くしゃみが止まらない。よし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 。さすがの攻撃力だ。おい、こっちのセリフだ。ミルホック、ミルホックか。重くもないよね。筋切りで。あんま食らわねえ。あ、相手より遅ければいいんだっけか。じゃあいいんじゃね。そうでもねえ。いいよ。シードラ。剣舞で。効果今一つ。シャドウクロウ。耐えない。じゃあガバイトで、まあ、あんま良くないか。いいや。はい。結構かばつぶ。そんな食らないっしょ。ドラゴンクロウ。毒のトゲ。レベルは一緒。じゃあ、オッケー。毒。
お。よし、お前ら中行け。よっしゃ。では、ジャイロボールでフライってダメージ入るかな。おう。ヘルカリオ。頑張りみなぎる。ではシャドウクロウ、ドラゴンクロウ。よしよし、戦ってないのに結構がどんどん育っていく。ここはなんだ。岩砕き？まあ普通の相棒っぽいからいいか。なんだ。プラターヌ博士とメガ進化について調べたところ、ポケモンの秘めたエネルギーを一時的に解放することで、通常の進化ではありえない力を発揮するようですね。これは全てのポケモンや人に可能性があるのか、それとも選ばれた存在のみに可能性が秘められているのか、何を意味していると思いますか？それだけ？それはね、俺じゃなくてプラターヌ博士に喋った方がいいと思うよ。はい。出てんね。出てんね。出てんねか。ボルチェーン。何持ってんの？あー。弱。弱すぎた。やっぱなんか せめてアイアンヘッドを早々に覚えていただかないといけないな。だね、レベル 45? だいぶ先だな。OK。ででんね。このまま毒好きで。
よし。ポリスト通り。ないからな。まあまあいいか。お、風所タウンだって。はい。お久しぶりですね。僕もさ、若い頃はいろんな地方を巡り、様々なポケモンと出会いつつ、都市ごとの味わいに気づいて食べ歩きも楽しんじゃってね。結果、カルス各地のカフェに詳しくなったりしてさ。博士。もう、デクショ君、話は繋がっているんだよ。フラダレさんが話してたポケモンのことを覚えているかい？いいえ。そうなんだよね。時には忘れることも大事さ。カルスの伝説ポケモン、名前は、ゼルネアス。文献によるとだね、かのポケモンを見た者はあまりのパワーに圧倒され、こう伝えるのみだった。まるで X という文字のようなポケモンと。なんでも、エネルギーを操れるポケモンらしいね。生命エネルギーを与え、他のポケモンや植物に活力をみなぎらせるってさ。それほどのすごいポケモンが、今はどこにいるのでしょう。カロスの伝説ポケモンは活動エネルギーがなくなると、人知れず眠るらしくて、居場所のヒントもわかってないね。先ほどの文献も1000年ほど昔のものだし、鍋くんたちが見つけたらすごいですよね。僕も伝説のポケモンのことを調べてみようかな。何か分かればお任せします。お知らせしますか。君たちが見つけたら痛快だね。だけど君たちの旅は君たちとポケモンのもの。とにかく好きなように楽しんでほしいね。おい、博士、もう行っちゃいました？直接ポケモン図鑑見てもらいたかったのですが。まあ、今日からポケスのパソコンからしてもらいますし、僕はフロスト経由のポケモンを探して、もっともっとポケモン図鑑を埋めるとします。はい。というわけでね、まあ、タウンちゅうことで、まあ、ジムとかはここにはないと思うんですけど、ポケモンセンターくらいどっかにある人どこだよ。ポケセンどこだよ。いや、どこ？やった。はい。じゃあ、とりあえず今回はここまでにしておきますと。いやー、二段ギル育てなきゃな。はい。ではまた次回も引き続き、こちらのフュージョタウンからフロストケーブルを抜けまして、次の目的地、なんだっけ。何々シティ？百国シティか。を、目指して進んでいきたいと思います。はい。では、ポケットモンスター X 実況プレイのパート29、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれたな。